にちは、森谷グラムスクールの森谷です。本日はですね、初心者っぽさがどうしてもこう抜けないというね、ドラム初心者の方っていうのは多いんじゃないかなとは思うんですが、初心者っぽさが抜けないと思う人が、まあ、こんな風にしたら初心者っぽさが抜けるんじゃないかなっていうお話をさせていただきます。初心者っぽさを抜けれるようにするための、まあ、工夫としては、音量のバランスをちょっと意識してみるといいのかなとは思いますかね。初心者っぽいこのバランスっていうのが、ハイハットがね、やっぱ大きくなるんですよね。初心者の方、ハイハット10ぐらいの大きさで、でバスドラムが1ぐらい、このでスネアが3ぐらいしかない。このハイハットが大きくなっちゃうっていうのが、こう初心者っぽいバランスというか感じになっちゃうんですが、バスドラム、スネア、ハイハットの中で一番音が低いのがこのバスドラムで、その真ん中がスネアで、一番音が高いのがこのハイハットなので、ハイハットが一番音がね高いので、一番こう伝わりやすいんですよね。でそれが大きくなると、ちょっと耳が痛い感じのこうリズムになっちゃったりするので、バランスをちょっとね変えてみる。バスドラムを10ぐらいしっかり踏む。そしてスネアが6ぐらいこう。でハイハットはもう1ですよね、こう。感じを意識できると、なんかこう初心者っぽさが消えるじゃないですか。ハイハットの音量とか、まあ、こう全体のバランスをちょっと意識してね、8ビートを練習してもらうといいのかなと思いますかね。まあ、これよくあるのが、ハイハット小さくしようと思うと左手までねちっちゃくなるんですよね、こうこうつられてね、こうちっちゃくなるので、これはもう分離の感覚ですかね。こう右手ができるだけちっちゃく叩いてるけど、左手はこうしっかりとこう、スネアが大きく叩くと、このスネアのとこだけハイハットが大きくなったりするんですけど、これもできるだけならないように、このっていう感じじゃなく、なんかこういう感じっていうのを意識してみると、この初心者っぽさっていうのがなくなってくるのかなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。